シーシーが一匹。ほらー。シーシーが二匹。はい。シーシーが三匹。このまま一緒に寝よう。シーシーって引きなん？ちゃうな、多分。ごめんね、シーシー。シーシー、これを見ても怒らないでほしい、シーシー。漢字間違えてたけどね。二次三次高校、椎名監督。犬高校。おお犬がね、はい、どうです、はい、リズさん監督。しかも書いてる時に注文が来ましたよ。字を忘れたなみたいな。字が分からんという難しい。これは大丈夫ですかね。大丈夫だね。今日はね、ライバーの名前が書いてある資料全員配られてる。配られてる。しっかりある。何してくれてんだ。でも犬、犬を締めですか。仲良しやから。なるほど。見たことない。あまり見たことない。イメージじゃないですけど、仲がいいのかもしれないですが。なるほど。それこそ A ですけどね。これくじ引きで取ったらとんでもなくなりますよ。よしよしよし。早くも強豪ということで。よしよしよし。穏やかじゃないね。なんか口が滑れたやつが。私怒ってないから、シーシーも怒らないでほしい。チュッチュッチュ。あ、そうだね、多分配信とかだけやと、あのみんなからしたら、え、なんか乾とシーシーってなんか絡みあるんって多分終わりと思うと思うんだけど、ライブとかで一緒に出させてもらう機会が多くて、だからそのライブの時にリハとか楽屋とかでシーシーとお話ししたりするねんけど、なんかシーシー、椎名はいち早く帰ってた。あれもスタッフさんがびっくりしてたしてたしてた。みんなに渡すものがあるからっつって、渡してる時に椎名帰りましたよって「えっ！」って言ってた。それそうですみたいな言ってたからさ、帰ってね、練習せなあかんから。あれそれ言ってたよ。本当だね。一番その場がやりやすいまであるぞ。いや、みんなに見られない、なんか筋トレとかあるからね、やっぱり。すごい、一番やってる体作りを。そうそうそう。やっぱね、シージーは努力してるとこ人に見せたくないタイプだね。あ、確かにね。励むくらいかな。練習後に椎名さんが気づいたら消えてると聞きました。あ、私はでもあのシーシーが消える瞬間見てたよ。帰るわーって言ってた。目撃してた。幽霊じゃなかったよ。めっちゃ目撃してたよ。なんか帰るの早すぎて、おやる気ないんかとかって言われて、おちょくられてる時に、あの、いや帰って練習せなあかんからって言ってた。論破してました。はい。僕とこちゃんおるわ。僕と天宮さんが基本的に配信中の VC にいるので、かわいいね。もしなんか何か壊れたりとか、ちょっと足りないものとかがあった場合は、そちらに来ていただければ、いろいろ直したりご説明したりできるので、よろしくお願いします。とこちゃんかわいいね。お願いします。とこちゃんかわいいね。どこちゃんかわいい。かわいいね。21時半から。かわいいね。こまめに乗ってくださーい。あと21時半からチェリンさん、チェリン職人が花火を打ち上げてくれるので。うわー、おー、はい、かわいい。いや、これ一生もんだな。これスイッチ係の人は、こういう人どっちだ。え、こっちが男性。何してんのこれ。何してんの。いや、バレてるバレてる。もう無理もう無理。もう無理もう無理。見えてんで。いいぞ。いいポジション。ここいいポジション見つけた。端っこ。端っこ端っこ。プールの。ここ最強。これ何？これ消毒するとこじゃないよ。ここいい、ここめっちゃいい、ここめっちゃいい。いいね。なんで変態なんだよ。ここいい、ここいい。神ポジだな。神ポジ見つけた。かわいすぎ。グレイさん背中姿。やばい、目あった、目あったかも。見られてる。見られてる。やばいやばいやばい。
おいおい見られてる。ちょっと待って、隠れて隠れて隠れて望遠鏡持ってるの。望遠鏡隠して隠れて。あ、ベイクドポテト持ってるふりしよう。いやいらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ワイルあげてるみたいな。ワイル、ワイル、私危ない危ない危ない、バレるとこやった。芋好きだからな、お答えは。これもしたいね、パワーウォッシュ。あ、そう、トコちゃんがめっちゃやってるよね。癒されるよな。トコちゃん、10回目やってんの？そりゃすごいわ。事前に某ライバーの配信でハズレ扱いされていたことに対して危機感を抱くと同時に、同配信でリセマラ大賞とされたレルヘルエスタを自身のつい存在もう恐れ多いわ一方的に敵し改められた全国の椎名優香タイプの地位向上を目指す決起集会を兼ねて診断を開始するのであった。だが自身の真逆の選択肢を選び続けた結果、真の対の存在である乾とこにあっさりと乗り換え、以降何食わぬ顔で乾とこ対応しよう。いやぁ知らないよね、乾とこタイプだから私は。いやでもほんまにそうなんやろなと思うわ。トコちゃんとは真逆なんやろな。リゼとはもう似てんのよ、キャラ被ってるわ。ちょっとリゼはやっぱトコちゃんとは真逆のね感じなのよね。ああ、あとイニュイからね、おめでとうって来てて、え、かわいいって。やっぱなんか普段絡まないからね、嬉しいよな。やっぱとこしら、いや可愛いよね。いやどんどん好きになる本当。そういえばさ、とある切り抜きを見たの。なんかシーシーが先輩風がどうとか後輩がどうみたいな話してて、でなんかリゼアン後輩やからなって言ってて、リゼアン作品やっぱリゼアンも後輩やからな。後輩やあのあいつらは。トコちゃんは別みたいな。トコちゃんだけはもう例外よ。トコちゃんはもうね、アイドルやな、可愛いから。アイドルみたいな言ってて、シーシーにそういうなんて言うんやろ、特別誰かを甘やかす枠みたいな、あの感覚、そういう感覚あるんやと思って。あ、そうなんで、ね、多分配信とかだけやと、あのみんなからしたら、え、なんか乾とシーシーってなんか絡みあるんって多分割と思うと思うんだけど、ライブとかで一緒に出させてもらう機会が多くて、だからそのライブの時にリハとか楽屋とかでシーシーとお話ししたりするねんけど、なんかシーシーはねめっちゃ話しやすくて、なんか何喋ってても返事してくれんので、何喋っててもなんか笑ってるのずっと。果たしてそれがどういった趣旨の笑いなのかわからんけど、なんせ笑いながらあの話してくれんの、笑顔で。シーシーってなんか先輩風をめっちゃ吹かせてる、そのいわゆるなんていうの、体育会系じゃないけど、そのおはようございますシュア先輩みたいな、そんなんじゃないねんけど、親しみやすい方の先輩って感じ。あの私のイメージね、私のシーシーに対するイメージはそういうなんかかしこまらんくていいけど、あのでもちゃんと先輩としては見ることのできる人というか、シーシーかわいいねんな。なんかあのみんなのことを語ってる時のシーシーがめっちゃかわいかったから、ちょっとみんな見てほしい。あのシーシーのアーカイブをぜひ見てくれ。シーシーめっちゃ前からシーシーのことは好きやってんけど、いや本人にはいいです、言わないです。
本人には言いませんけど、本人には言いませんけど、